さされれ、るともに医学医学を取得され1988年東京大学医学系研究科助手その後立教大学のほうで拠点を移されましたそして2000年には東京大学大学院医学系研究科付属原子核研究センターの教授として着任されております下野先生は重要な核物理を牽引され特にグーロン励キを用いたファンテックの研究 発熱型可変交換反応によるスピン・アスピン領域の研究そしてテトラ中性子共鳴の検証など非常に多くの原子核物理を開拓されてきました現在は CNS で基幹装置として稼働している非常に国際的にもユニークな磁気分析装置「シャラク」そして三軸学輪の原速装置「オエド」これら装置を建設されるとともに内閣府インパクト事業にも参画され あの2018年には放射性廃棄物の処理方法の発明により21世紀発明賞をあの共同研究者の方々とともに受賞されておりますあの下村先生からはよくあのこのプロジェクトに魂を込めるというかあの哲学を入るということが重要ということをよくあの、えっと、教わってきているところですけどもまさにこういう大きな計画に魅力的なあのサイエンスを突き込んで 大学院生、それから研究者が非常に活動をエンジョイする素晴らしい場を形成されているなということでい、まあ、く感じているところです学内では島野先生は本センター CNS のセンター長を2016年から現在2回まで務められておられますさらに放射線科学連携研究機構や総合研究博物館トランクミセスなど本学の放射線 加速科学に関わる計画の立ち上げや運営に、えーまあ、配信されてこられていますまたあの本学にとどまらず学園におきまして、えー、核物理委員会で核あの活動されるとともに日本物理学会の理事そして、えー、理学研究所西科加速捜センター大阪大学核物理研究センター大射線理学総合研究所をはじめとする、まあ、多くの科捜研施設の運営に携わってこられています あのさらにあの11年前になりますけれども2011年の東日本大震災の時には福島第一原発の事故を受けまして土壌放射線の大規模測定をいち早く検討されましたあの当時私自身は東北大のアーセンターにいましたがなかなか動けない状況で下村先生の活動を船内から非常に心強く感じていたことを記憶しておりますあの下村先生は4月以降東京大学 それから、あの理化学研究所、大阪大学等、日本をまたいで、活動されるというふうに予定を聞いております。まあ、大変、あのお忙しいと思いますけれども、ま,ますますご元気で、ご活躍されることを。心より、お祈り申し上げます。本日の最終講義は大変楽しみにしております。どうぞ、よろしくお願いいたします。ええ、上木先生、ありがとうございました。はい。 それでは、本日は原子核科学を渡し、材料で採集を用意していただきます。下先生、よろしくお願いします。はい、えー、下村でございます <laughs>、えー。ただいま、丁寧なご紹介ありがとうございます。それから、あの講義に入る前に、えー、遠くから来ていただいている方々、それから YouTube で視聴されている皆様、えー、これまでにいろんな形で関わっていただいて、まあ。 あの無事に定年を迎える私をあの導いていただいた方々それからあのこの場を、えっと、準備し、えっと、このような会を催すのに、えっとえー、準備してこられた方々に、えー、まずご礼を申し上げたいいと思いますで、えっと、今日の最終講義ですが、まあ、タイトルにありますように、えっとまあ、こういう場でどういう講義をするべきなのかっていうのはだいぶ大変なんですけれども。 えっと、やっぱり自分のことを自分で話すっていう機会が必ずしもそれほどないので、えー、どちらかというとそのサイエンスの中身そのものよりはあの自分史自を語るということで、まあ、どんな考え方とかどんなアイデアでやってきたかみたいなあの香りをお伝えできればいいんではないかなと思ってそういうお話にしたいと思っております。でえっと、まずあの先ほど えっと、高校以降のお話はしていただいたんですがも、えっともと大阪に生まれまして、えー、それから奈良に転居してでまあ京大に入ったわけですが、えっとまあ、奈良県の、えっと、西の方には、えー、古い遺跡とかお寺とか、えー、そういうものがたくさんありましてですね、えー、まあ,あの理科系の科目は大変好きではあったんですけれども、えー、どちらかというとあの高校時代はあの こっちの歴史とかそういうことに関心が向いていまして、まあ毎週どっか奈良の山の上の道とかそういうのを歩きながらあのいろんな史跡を巡るというのが割、えっと日課でした。で、えっとまああのこの部の出身としてえっとまあご存知ないかもしれませんがあの有名な本も書かれておられるんですがこういう方々をあこの岸リス先生を あのお呼びして講演していただくとか、まあ、そんな活動をしていたのを思い出します。で、えーとまあ、大学はあの今紹介いただいたように理学に来たわけですが、まあ、自然科学の、えー、と基本というのは、まあ、割と,その、えー、と僕らキュ,リキュリオシティドリブン切れました大丈夫ですかえっ、ー、と まあ非常にこうナイーブっていうかな素朴にえと自然はどうなってるかとかこの世の成り立ちはどうなってるかっていうのがまあ基本的な皆さんの疑問っていうかえ人間としてまあそういうことをあの疑問を持つわけで,でそういうものにえとまあ物理のコミュニティではまあ限らないと思うんですがまあ分析してどんどん分けていってえエレメントですねそなもの をこう追求していって、いっそれからそれだけではあのサイエンスにならなくてその素なものがこう集まってその集まることによって構造ができたりその構造が進化したり変容したりとでこういうことがまああの非常にこの原点になる部分とこう進化あの構造を持つという、まあ、そこにこう皆さん魅力を感じるんだと思います。でえっと、これは、 必ずしもサイエンスに限ったことではなくってまあ人間がこう割とあの哲学的というかな、えっと、持つまあ人間の人間らしいところではないかと思います。で、えっと、先ほどまあ歴史の話をちょっとしましたがまああの、えー、これ「古事記」ですけれども古事記の一番最初に宇宙開闢の話が書いてありましてで、まあ、当然神話ですから神様が生まれてくるところから書いてあるんですが最初は神様が一人生まれ 消え一人生まれ」っていうのがしばらくするとその二人の神様というのが生まれてでその神様が、えー、っとたくさんのものを作っていったという、まあ、そういう、まあ、シナリオが書かれていてで、まあ、こういうものの考え方っていうのは、まあ、割と普遍的に、まあ、学術的な普遍性を持つものではないかなと思います。それで、まあ、あのこれれででここはううういいうももんもなんですけれどももう一度その自然科学ととしして問い直して問直みたきに まあ、我々の,あの特に物理の分野でいえば層を探求するっていう、まあ、素粒子物理に、えっとえー、代表されるもの、えーえー、そういうアプローチともう一つはその集まっているものの構造とか仕組みとかそれがどう変容していくかとか進化していくかとかそういうものにこうある種の普遍性とかそれからあのそういうものを生み出している仕組みは何かとかそういうことをこう この2つがまあいえば自然科学の両輪として、えっとまあ、あの現代の、えー、サイエンスを作りり上げてていると考えておりますで、えっと。歴史的に言えば、えー、核物理というのはこちら側で出発しているんですが、えっと、現代の核物理というのは私の少なくとも、えっと、認識ではどちらかというとこちらの側にこう変容してきている。 でえー、とこちらの側に、えー、とアプローチするようになってきているっていうわけです。でまあここにおられる方には釈迦に説法ですけれどもそうという意味では、まあ、あの歴史的には原子があり原子の中に原子核があると。でその中で、まあ、特に私自身が非常に興味を持っているというかいまあ、未だに、えー、こうしっかり理解したい。 と思っている一つのキーワードがやっぱり量子力学というやつでこの量子力学というのは、まあ、我々が日常的に知っている自然法則とかけ離れたものをいっぱい持っていてそういうところにある種の不思議を感じるというのが私のこの研究をドライブしてきた背景にあります。それで先ほども言いましたように現在の 原子核物理っていうのはやはり多様性の物理であってで多様性っていっても対象は原子核という、まあ、非常に限られたものですがその中でまあハドロンっていうか、まあ、強い相互作用する粒子が有限個集まって量子系を作って、まあ、量子た体系を作っているとでこういう中でどういうまああの仕組みがあるかというのを研究するという。で、えっと、多様性があるがゆえにえっと なんとなくこうグランドゴールというのをみんなが掲げてそこに向かって走っていくっていうよりはそのいろんなその興味というものを総合的に集めていって皆さんでえっとこういろんな方々のえっと知恵とか知識とかを動員することでえっと自然に対する理解の深みを深めていこう、まあそういうタイプのえっと研究になると思います。だからえっと私自身 としてはまあそういうところに少しでも自分のコントリビューションがあれば嬉しいなっていう、まあ、そういう観点になっているわけです。で、えっと、核物理の,そのこの多体性多体系の物理というのはまあ,あの典型的には物性物理というのがあるわけですが、えっと、核物理というのは、えっと、こういう多体系をあの素過程を出発点にして、えっと、解明していこうと。 えー、いうのがえていますだからその例えば、えー、っと物の温度をどんどん下げていって比熱がどうなりますかとか時期がどうなりますかというそういうものを測っていくというよりは、えー、っとそもそも粗過程、えー、こういうハドロンとか強い相互作用とかいう相互作用と粒子なり場、えー、っていうものを前提にしてそれがあのを積み上げていって、えー、多様性を理解していこうと。 そちら側のアプローチでえっと考えるという意味でその非常にユニークなえっと研究分野であると考えていますで今はその核物理のこういう考え方と物性物理の考え方というのがえっとあるところでこう融合しつつあって両方でお互いをその刺激し合いながら多体系のまあ えー、言ってみれば競争感フェルミオン系における、まあ、量子効果とか対称性とか集団性とか、まあ、そういうものが共通の課題として、えー、設定されているんだと私は理解しております。で、えー、と多様でありますから核物理の将来 とか核物理今後どうするかってこれはあのそこにいる上坂さんが取りまとめられたあの日本の核物理の将来レポートの一部ですけれども、えー、そこにあるまあ私に関係している分野で言えば核物質の物理としてここにいっぱいパネルがありますが、えー、とそれぞれがやっぱり研究テーマになっているし不安定核物理というのもそれぞれが研究テーマになってこういう多様な研究テーマをえっ、ー、とまあそれぞれ 研究しつつこう総合的に、えーまあ、物質というものを理解していくという、まあ、そういうふうになっているんだというわけです。それで、えっと、とはいえあの核物理の、まあ、研究方法特に私は実験ですから、えっと、実験研究が、えっと、使っている方法論というのはそれほど実は多様ではなくって、えー、原子核っていうのは原子核というのは 物質質量の大半を担ってはいるんですけれどもこの人は簡単には、えーとまあ、物性で言えば温度を下げていくことで、えー、とものを理解しようとするわけですが原子核の場合は出発点がほとんど絶対0度であると要するに簡単には壊れないってわけですね。だから、えー、とその凍りついている量子の世界っていうのが、まあ、核物理の出発点になっていて。 でそういうものを叩いたり温めたりあるいはえー、と引っつけたり、えー、分解させたりとかそういうことをするっていう、まあ、そのための装置というのが、まあ、加速器で、えーっとまあ叩くにしても温めにしてもエネルギーを、えー、この原子核凍った原子核に投入しないといけないのでそのエネルギーを投入してこの凍りついている量子の世界をこう解き放っていこうというそういうための加速器というのがあると。 でこの加速器にはさまざまなプローブがあって加速器が位置づけられるし今は実はこの加速器が新しい、まあ、原子核の領域で言えば新しい物質を生成するということにも使われているいわけです。それからこれは物を作る話あるいは叩くもの,のプローブの話ですが実際には我々はそういうもので叩かれたものから。 どういう音が鳴るのかとか光の色はどうであるかとかそういうことを検出する必要があって、まあ、それが測定器になるわけですねでだからその測定器というのは、まあ、実際に僕らの業界で言えば粒子とか光のエネルギーとかあるいは粒子の種類とかそういうものを測定してこの測定量を解析をすることによって原子核というものに対する理解を深めていくというわけです。 でこの解析っていうのは一体何かってまあ、あの学生さんに解析してますて報告をあれするんですがえっとまあ、私流に言うと,、えっと解析をする時の手がかりっていうのは実はその現象の中にある自明な相関例えば、えー、核反応で言えば運動学なんていうのは自明な相関で。 えー、エネルギーが保存していますとか運動量が保存して反応の前後でエネルギーとか運動量が保存しているっていうのは自明な,な相関ですがそういうものとかあるものとあるものは自明、えー、に依存しているねあるいは高速条件はこうなっているねっていうこれはノウのものを手がかりにして、えー、新しい加速器とか新しい測定器で、えー、次元とか自由度とか測定量のを増やす今まで見えてなかった量を測る。 で新たにそうやって増やすと、えっとまあ、いろんなものが見えてくるわけだけどもそれを、えっと、できるだけ、えー、きれいに見たいという意味でその新たな軸に遮影するというそういう作業がまあいえば解析であるというふうに理解しております。で、えっと、まあそういう意味でその、えっとまあ、視点視野視座ってよくあの若い人に時々最近言うんですけれども、まあ、視点を深めるとか視点を広げる。あの 別の視点を持つとかいうのがまあ,あの考え方とそれから視野を広げるあるいは視座を高めるっていうまあそういうことでそのこういうあの実験研究というのが進んでいるというふうに理解しているわけです。まあ、これが方法論になるわけです。でえっ、ー、と具体的にえっ、ー、と私がこう前は、えーまあ、研究畑に来てからどんな 研究をしたかっていうものをかいつまんで並べてみたのが、えー、とこの辺で、えーとまあ、ここが、えー、と京都にいた頃のお話ですねで、えーとまあ、マスタードクターそれから、まあ、助手の最初の2年間ぐらいはあの大阪の核、えー、各験研究センターとか、まあ、最初は京都のタンネルとかで研究してた、まあ、これが簡単に言えば私のこう研究のルーツになっていて。 実は後でご説明しますが、えっと、実はこの時にやっていたものあるいは考え方っていうのが、えっと、現代の研究にものすごく生きているというかつながっているということを後でお示ししたいと思っております。それから、えっと、ここからあの実は88年にたまたまあのアメリカのバークレーに来ないかという話があって。 それで、えー、とここからここへこうエネルギースケール100倍になるんですけれども、えー、と運とエネルギーの高い領域でまあ谷端さんをあの、えー、ヘッドとする、まあ、谷端グループの核半径とかあの不安定な原子核を作ってそれの核半径とか密度分布を図るという、まあ、そういうプロジェクトに2年ほどまあこれは私にとっては、まあ、あの視野拡大というかな この時に使っていた道具が、あのまあ非常に限られたものであったものがまあ広がっていったという時代になります。それでえっと八十九年あ八十八年に日本に帰ってきたんですけれども、あのえっと東大の石原研究室というところに行きまして、でえっとここでちょうど当時稼働を始めている始めようとしているえっと理研の新しい加速器十四加速器と リプスと呼ばれる不安定核を効率よく分離供給するというそういうものを使った核分っというものに初期から携わることができたと思っています。でこの時代いろんなことこの後お話をしますがいろんなことをやりましたけどこれはある種私の研究の基盤固めの時代に対応しているんではないかなというふうに考えております。 でえっと、その後、まあと2000年に、えっと、現在のポジションに来たわけですがその現在のポジションに来て最初の頃は先ほどのリップスの仕事っていうものの、まあ、ある意味、えっと、展開をやっていましたが、えっと、た,また,またまたまでもないですね、えっと、当時は、えー、原子力学研究センターっていうのは次元付きの研究センターで。 確か2004年か2005年に次元が切れるというでその研究センターが次元が切れる時っていうのは新しいプロジェクトを立ち上げて次のステップにステップアップするっていう機会であるというふうに当時のセンター長のそこにおられる酒井さんにもうあの酸っぱく口すっぱくあの <laughs> 指導を受けましてですねそれで、えっとまあ、大きなプロジェクトを立ち上げなきゃっていうのでまあ,あの あそこにいる矢坂さんとか当時 CNS にいた川端さんとかでと一緒に坂井さんを筆頭にシャラクプロジェクトというのを立ち上げました。で当然この,このシャラクプロジェクトっていうのはこの新しく稼働する RIBIMFAKTORY っこれは世界最強の14加速石ですけれどもここで CNS らしい研究をするっていうことで。 まあそれまであのこの RIBF でこんな研究をしたいなって日本国中世界中の人がこうプロポーザルっていうか考えていたアイデアっていうものとちょっと直行させるというかな違う考え方のものを作ろうじゃないかっていう、まあ、そういう視点で、えっとえっとまあ、高分解のスペクトルメーターというのを作るというプロジェクトをしました。 まあこれがその一意味で罰金展開というかそういう時期に私としては位置づけられるかなと思います。で、えーとえー、これの後、えーとまあとちょうどこの、えーとまあ、10年ぐらいですねこの社楽が完成していくつかの成果が上がっている中で次の研究はどう、えー、とプロジェクトというのはどういうものがありますかねってこれは当時の大塚センター長の下で。 やっぱり CNS の中で議論をしていて、いその中で、えー、と私たちが考えたことっていうのはアライ i m ン・ファクトリーというのは世界最強の、えー、と14加速器なんだけれどもそこでできる、えー、と研究に、まあ、あ,るいある意味、えー、とブランクスポットがあってですねそのブランクスポットを埋めるための、えー、と研究装置というのがあるんではないかというので OED プロジェクトというのを始めました。 でこの時、えー、とこれはまあ最初は絵に描いた餅だったんだけれども、えー、たまたまこういう減速、えー、をするっていうプロジェクトなんですがそのエネルギー領域というのがその核廃棄物に対する核反応データを取るということとうまく整合するということで、えー、とそこにおられる藤田さんがヘッドとなっているそのインパクトプログラムに、えー、と参画させていただくことができて桜、まあ、井さんの強いあの えとまあ勘余ってっていうことなんですがまあ,あの運よくこれを作ることができます。でこのエネルギー領域に来たらどんな物理ができるかっていうとここにあえてルネッサンスと書いていますが、えー、とこれはそのある種そのオーソドックスな核物理、えー、70年代ぐらいまでに、えー、と僕は最初にルーツって言ったけれどもその頃に考えてたことをもっとこう広い視野 高い観点から研究できるというまああのそういう、えー、フレームワークというかなそういう場を提供することができるということでまあルネサンス産期,期になるのではないかとまあこの部分をまあ今後の若い人たちに託すというのがまあ私のあれだと思いますでこういう中で先ほどちょっとお話がありましたけれどもえっとまああのここまではほとんどえっとこの 核廃棄物以外はキュ,キュリオシティドリブンというか、えー、学術的な研究ですが、まあ、2011年の地震というのは我々のコミュニティにとっても非常に大きいインパクトでその単に我々はちゃんと社会とつながっているのであるとその社会に対して我々自身ができることは何かっていうのを、まあ、強く考えさせられる機会で,で、まあ、その時に、えー、と土壌放射線強度の測定っていうのは 我々が持っているエクスパーティーズを最大限発揮できるものであるという位置づけで、まあ、この大規模調査に参画させていただいたと、まあ、そういうのが略歴歴というか、研究歴の考え方です。それで、えー、と今日はあ,のあんまり論文になってない話もあの交えながら。 というのののは最近の論文で検索すれば全部出てくるので皆さんちょっと興味があればそれ検索していただければいいんだけどなかなか検索しても出てこないようなものとかそういうのが含められればと思ってちょっと頑張って集めた部分もあります。それでえっと1970年代に戻るってだからもう50年前ですよねって,ってねえっと半分ぐらいの人は生まれてもいないかもしれないですが。えっと これはそのえっと私のこう理論の仕事のえっとバックグラウンドになった時代で、実は1960年にタンデム型加速器というのがまあ発明されて、そこでジュウを加速するということができます。で最初に行われた実験の一つが分子共鳴実のえっと実験と言われるやつで、じ炭素12という粒子を タンデム加速器で加速して標的に当てるとその非常に高い冷気エネルギーなんだけれどもその領域にいくつかその構造が現れてくるというのがまあ発見されてそれがその分子共鳴状態ということで、えっと、その分子共鳴状態を研究するっていうのがまあ一つの、えっと、当時の一つの流れになっていたと思います。 で私は京都大学にいまして京都大学には単年パンデグライフ加速器がありましてで、えー、とその加速器を使った、えー、と実験で、まあ、和田さんというあのご存知の方もおられるかもしれませんが、えー、と先輩が、えーまあ、当時の日本の加速器で PRL がピッとかけているというのはなかなか今から言っても皆さんすごいと思う,と思うんですけれどもあのその PRL の論文から引き抜いてきたのがこれですけれども。 こうそのう非常に強い共鳴っていうのがあるチャンネルで見えてこういうチャンネルで見えてこういう分子的共鳴状態なんではないかという研究がなされています。これはエネルギーの低いところですがエネルギーの高いところでも同じようにこういう構造が現れてまあ多分70年代から85年86年ぐらいまでは あのこういうもののこうメカニズムとかどうしてそういうのが出るかとか、えー、そういうことが、まあ、あの研究分野の一つになってたと思います。で、えー、と私も、まあ、マスターの時はあこれ京大の「タンデム・バンデグラフ加速器」ですが「QQ、えー」Q Q、と書いてあるのは、えー、と今現在は九州大学にこのタンデム大これの更新した後のタンデムがありましてその更新する前のタンデム の写、えー、写真真とというか、えー、と図面と写真ですで、えー、なんかすごく懐かしいのがここで見つかりましてでこれえっ、ー、とたまたま見つかって嬉しかったんですけれどもね載せましたがこの後あのアップグレードが行われてでこれは東大のタンデムがアップグレードされた頃とまああの木を割と揃えた時期ありません有馬,先生,有馬さん先生が頑張っておられてた頃だと思いますがえっ、ー、とそういう、えー タンデムワンデム加速器で、えー、と研究ししました。これはマスターロームの研究ですが、えー、これマスターロームのタイトルで、ねまあ、古い人はわかると思いますがマスターローム手書きです。全部手書きでこれあの表紙にあったのをこう切り取ってきたものですが、えーとまあ、炭素と炭素をぶつけて、えー、ベイリウム8という、まあ、これ不安定な2つのアルファ粒子に壊れるんですが、えー、とこういう、えー、と反応、えー、アルファ粒子が 入だかで、このベイリウム8という2つのアルファ粒子を捕まえるための検出器というのをシリコン検出器を手作りで、えー、シリコンウェアを買ってきて鉱物研究室のダイヤモンド層で切ってでそれをひたすら、えー、磨いてエッチングをして電極をつけて構造体を作っていって全部手作りでやってたんですけれどもまあそういうのを作ってその。 これが集中論文に載っている歴関数ですがあの空論障壁以下でもこういうピークが見えているって、まあ、これが集論で、えっと、論文にはなってないんですけれども、まあ、こういう研究をしていたというのがバックグラウンドというかドドククターにに入る前のバックグラウンドになりますで、えっと。学術的に世界的には、えっと、そういうクラ、えっと、こういうクラスターの共鳴状態というのを 反応実験で生成できないかっていうのがやっぱりその方法論として次に皆さんが思うことでありましてでそれはそのこの領域はエネルギーの低いところを一点一点それこそエネルギーをちょっとずつ変えながらひたすら測定するというのを繰り返していくんだけれどもこういう反応を使うと、まあ、あのエネルギースペクトルというか形で励観数が一気に一気に取れる。 いうことでまあ、こういう、えっと。反応を使って酸素16の中から炭素12というゴロっとしたものが標的側にゴロっと移って。まあ、こういう分子共鳴状態ができるんではないかとまあ、こういうことがあの問題意識になっていました。で、これはその多分今流に言うと、あのサロゲーと代理反応。あるいはこれエネルギーの低いところに適用すれば。 えっと、宇宙物理なんかで使われているトロイの木馬法とかいうものに、えっと、つながるアイデアなんですけれども、まあ、これすでに80年代40年ぐらい前にこういうことがえっと言われてそれで、えっと、なされた実験というのが、えっと、永谷さんっていう、まあ、あの不幸にしてえっと早く亡くなられたんですが日本に帰ってから永谷さんがテキサ西ンの M のえっとサイクロトロンを使って。 えっと、このアルファ粒子のスペクトルというのを注意深く見るとこう非常に、まあ、膨大なアルファ粒子のバックグラウンドを上手に差し引くとここに山がボコボコ見えてでこれが炭素炭素の共鳴反応のこのボコボコしている山と似てるじゃないかと。でこれはきっとそのこのやり方でもって、えっと、こういう共鳴状態が歴史誕生に違いないと、まあ、そういう論文を書かれて。 でまあ、それがあの一つのエポックになっていたわけですところがあの自然というのはそれほど優しくなくって実はこのアイデアっていうのはその後まあこういうことがあるなら炭素とコインシデンスというか壊れてきた炭素も測ってやれとかそういうことを、えー、さっき言いましたが測定量を増やして確証を取りたいってみんな思うわけ、ね、でそうやってアルファ粒子と重油温の同時測定というので 今のこういうものを解析し直したら、えっと、よりこの分子共鳴状態が分かるに違いないということなわけだけれどもよくよく研究してみるとこれは残念ながらこういう分子共鳴状態らしいものもないことはないんだけれども実はこの 酸素16が単に冷気してアルファ粒子をこぼしたとかネオン20にァ移行反応をしてそこからアルファ粒子がこぼれたとかそういうプロセスっていうのは、えっと、それまでは連続状態になるに違いないとみんな思ってたんだけどこれはよくよくシミュレーションしてみるとボコボコこう山が出るよだからこういうプロセスがその今まで思ってきたものと違うかもねということが をまあ、そういうい研究に参画しましまで後に、えっと、この研究は、えっと、さらに、えっとまあ、昨年、えっと、定年退職された村上さんが、えっと、ドクター論文でこれをこう入社エネルギーを変えるとこのピークの位置がこう動いていくっていうことを示されましてそうするとあの、えー、まさに入社粒子に関わる えと構造がこうやって見えてしまったっていうことが、まあ、分かったっていうまあ不幸といえば不幸思った通りに世の中行かないという、まあ、そういうことがあった時代です。それで、えーとまあ、そういうことが分かった中で、えーとまあ、こういう,こう3つに壊れる反応っていうものに私自身は割と興味があってで、えー、とこのそれぞれの、えー、と3つの粒子の間の相関っていうのを調べることで いろんなプロセスっていうのを、まあえっと、エネルギーの相関ですね、えー、を使えば、えっと、そういうものがあの識別できてどれがどういう割合っていうのが、まあ、定量化できるに違いない、まあ、そういうものを調べたいというのが、まあ、D 論のテーマになりました。で、えっと、これはあのもうちょっと軽い系ですが炭素と炭素を炭素とアルファとベルミエートに壊す。たただしこういうい研究をやるためにはあの 検出器の開発をして広い角度範囲を一挙に取って測定するって同時測定をするっていうのがエッセンスでそのための検出器開発とかもしながら大阪大阪学のの物理研究センンターのサイクロトロンで実験をしましまたで。これが図面ですけれどもビームが来て標的があってうんと前方で重い粒子を捕まえたかったのでビームをここで止めてですねでここに。 のガスと,、えー、とシリコンの検出器ですね。でアルファ粒子を測定するものをできるだけ広い範囲でまあ,あの物理的に置けないところは置けないんですが、まあ、測定するということでやりました。で先ほど言いました自命な相関っていうのはエネルギー運動量法の保存則というのは自命な相関っていうのを生んで、えー、実は入射エネルギーを決めると,、えー、と2つの間の相対エネルギーの間にこういう簡単な えっと、一時の関係を持つというのは、まあ、これはエネルギー運動量の、えっと、保存則で決まっています。で、えっと、こういうものを、えっと、この、えっと、条件を満たして。なおかつ、えっと、さまざまな反応を一挙に示すものとして。まあ、打率プロットって、これはスリーパイの理系で、素粒子で使われた。あの、プロットの仕方なんだけど、これを、まあ、もうちょっと拡張するという形で、まあ、こういう。 あの絵を作ればそれが見えるに違いないというわけで、まあ、先ほどのやつであの測定してダリツプロットを作ったのがこの絵ですでこの時はたまたまその三角形が3対4対5っていうアルキメデスの三角直角三角形になるという、まあ、非常にこれもラッキーといえばラッキーであの解析が優しかったんだけれどもこちら方向にはアルファ粒子とベリリウム8という粒子の間の相対エネルギー。 こちら方向にはアルファ粒子と炭素12というものの相対エネルギーそれからこちら方向には炭素12とベリマン8というものの相対エネルギー、まあ、こういうものがもし酸素16の冷気状態ができているならばこの軸で一定のところにイベントが分布するはずであるあるいは炭素12の冷気状態ができているのではこの縦に分布するはずである。 それでさっきの永谷さんの話と関係しますが重い粒子が、えっとまあ、えっ移行するならこ,うこの斜めのローカスというのが見えるはずである、まあ、そういうので識別ができるねっていう、まあ、そういうことを、えっとまあ、示しました。で、えっと、これは、まあ、面白いんだけれどもこう例えば炭素中に非弾性産卵だと思って測るとここにものすごく大きな山ができるんですけれども。 これは炭素12の状態ではなくってこの酸素16からの崩壊の状態がこの山を作っているとかそういうことがこういうプロットをすればわかるねというのが、まあ、この時の成果になると思います。それからもう一つはあの、えっと、この広い角度範囲で相関エネルギー相関をとると実はこれは α 移行反応ですが α 移行が起こった 酸素16がある角度に散乱したときにアルファ粒子がどの方向に崩壊したかというのを全部測ることができているわけですねだから、えっと、酸素16がある反長角度1.5度に散乱したときにアルファ粒子の崩壊が何度に崩壊しましたかっていうのを測定してやってでそれの、えっと、相関の角度分布というのを各散乱角度ごとに作ることができると。 でえー、とそうやると、まあ、非常にきれいにこういう,こうデフラクションパターンとていうかな量子力学そのものですね、えー、スピンに対応するこれは6プラスというスピンの状態なんですが6個のオンシレーションが起こるということとこれ実はこのピークの位置っていうか山谷の位置が徐々にこう動いていくというのが分かってその動き方っていうのがそのこのスピンとそれから反応が起こる時の、えー、と各運動量の 関係でそのえー、ま高炉差が生じて、えっ、ー、とこのこちら側の角のアライメントですね。覚醒列というのがこう回っていくというのがまあ、示されて、これはそのえっ、ー、とま各、あ、分光のツールとして使えるねっていうことが分かりました。それから、まあ何人かの方はどうなっているんだろうと多分思われたと思うんですが、こういうところにこうクロスした領域があって。 でこれは、えー、とどちらにもしてるところっていう。で全然違う、えー、と非弾性産卵とアルフイ飛行反応が、えー、運動学的に同じところにいるという条件があってでそこでの、えー、と断面積というのをよく調べてみると単純和というのを適当に見積もってやって、えー、と測定値との比を取るとこういうやっぱりデフラクションパターンがあってでそれを直接反応の計算をした時の えと反応の、えー、と位相差というのと、まあ、うまくコり入ーとしているということが分かってで、まあ、ここでそのこういうところには干渉効果が見えているとまあ地名といえば自明なんだけどもそういうのをまあ初めて示すことができたと思います。時間があれね、はい、<laughs> えとその後、えー、と先ほど言いましたように α、えー、移行反応はあの上手に使うと分光学ができるというので。 まあこういう、い、えー、これはネオンのビームにアルファ粒子をひっつけてマグネシウム24の高液状態を作って、えー、とそれの崩壊からマグネシウム20の高冷気、まあこれはアルファクラスター状態を調べようという、まあ、こういう実験をやっていました。で、えー、とこれは何かっていうと、まあ、できたものからこのネオンとアルファの、 まあ、相対エネルギーってさっき言いましたがこの相対エネルギーというのは今流に言うとこれはレゾマントパーティクルスペクトロスコフィーと当時、えっと、我々は呼んでいたんですが今流に言えばこれはインバリアントマススペクトロスコフィーと呼ばれて今も結構、えっと、今もあのこの考え方というのは使われているでその中には、えっと、運動学的に前方に集まるとか零度を含む前方で測れるとか。 相対エネルギーの分解能が非常にいいとかいうこういう性質があって、実はこの時にこういうことを意識して実験をしていました。で、これがそのバークレーから帰ってからあの理研で実験をやる時のまあ一つのえっとなんだろう背後にあった考え方になっています。それからもう一つは。 えっと、当時これは全然別の用途でポライゼーショントランスファーというのを測るために d ューマーと呼ばれる、えっとまあ、あのダブルアクムローマのスペクトロメーターというのが作られたんです今はこれは c ーリブっていって CNS の装置として、えっと、和光に置かれていますがこれを使って、えっと、今度はミッシングマスっていうかなアルファ粒子を、えっと、炭素12からアルファ粒子をポロッと引っつけてこれかな。 えっと、2α ベリウム8をこう分かれるんだけどえもう一回集,めて集まってくるからそいつを使ってアルファトランスファーの実験をしましょうえ別のやり方ミスぎまス使うやり方っていうのを、まあえっと、発案して、まあ、これ多分羽鳥さんの、えっと、D 論に M 論になったんだと僕思うんですけれども、えっとまあ、こういう研究をしていました。でえっとこれはまあ 伝統的なミシグマスペクトロスコピーですがベーリウム8を測定するというのはマスターの時もやってたんですが実は今日の後で出てくるテトラニュートロンの測定にも再びベーリウム8というのが出てきます。はい、それで、えー、とそこにおられる羽鳥さんには大変申し訳なかったんですが羽鳥さんが M2 の秋の1986年の秋に私はバークレーの方に。 えっと、移,動移りまして移りましてというかあの咳は残したまま、えー、谷畑グループで核反径の実験に参画するということになりましたでまあこれはそのやっぱりこう視野をげ広げたいという若い頃にはあのみんなどっか遠いところに行きたいと思うっていうのと同じですあのモチベーションは。で、えー、っとずっとやってたき来たことをちょっと変える。でまあ、もう一個の背景は えっと、この後理化学研究所に新しい十四加速器ができるっていうことは知っていたので。それまでの間に視野を広げられる機会があれば、そこに参画したいというのがモーティビーションとしてあります。で、核半径の実験とか、空論分解の実験とか、まあ、この二つの論文は最低勝負非常に多い。ダーナさんとか、小林さんの論文ですが、まあ、こういうものに参画するということになりました。で、まあ、あの、あんまりここは詳しくありませんが、これは。 今もこの研究というのはずっと続いていていろんなところで展開されていますけれども、えっとまあ、ここに言いましたね「リングサイクロトロンの稼働前に高いエネルギー領域の物理に触れたい」と当時ニューマトロン計画というのがあったんだけどこれがポシャってしまって、まあ、これは JHF あるいは大型ハドロン計画に移っていくわけですが、えっとまあ、あのそういうもの のこうフレーバーを感じながら100倍のエネルギー,スケールで、まあ、いろんなその測定器の何だろうねになれるとかそういうことですね四光学を習うとか核、えー、半径はどうやって決まるかとか空論分解があの構造の研究のツールになるとか、まあ、そういうことをあの学んだそれから、えっと、実はまあ当時の、えっと、高エネルギー重要衝突の物理はかなりの部分は AJS に移っていたんですけれども。 えっと、それでもバックリの中にはダイレプトン測定とかそういうグループがちゃんといて、えっと、そういうグループとの交流なんていうのもこの時にあってまあ個人的にはやはりこの視野がいろいろ広がったんではないかなと感じております。でさて1988年に日本に帰ってきてで、まあ、リングサイクロトロン施設というのが動き始める。でえっと、そこにその不安定第2世代の 不安定ビーム、分離装置、リップスという、これは、まあ、あのそこにおられる石原さんがあのヘッドになって、えーっとまあ、世界で類を見ない強度の当時の世界で類を見ない強度の不安定核を作れるビームラインを作ろうと、まあ、そのグループにも参画しましたけれどもその時に、えー、っとどういう物理をやりますかということを考えた時の方法論というのが先ほど言った「 えとインバリアントマススペクトロスコピーです。でこれはあの簡単に言えば標的核まあこれは重い核だとクローンレ気キだし軽い核だと、えー、陽子被弾男性三段とかそういうことになるんだけど、うん、普通のこれまでの原子核っていうのは標的が調べたいもので、えー、プローブが入射粒子ですが、えー、不安定核がビームとして生成されるということが分かるので。 調べたいものが飛んできてプローブが止まっているという、まあ、そういう状況になるわけですね。でそうすると、えっと、調べたいものは、えっとまあ、冷気しても走っているわけだからこの走っているものが壊れるってこれは先ほどの、えっと、アルファトランスファーでマグネシウム24を調べるというのと、えっと、ほとんど同じ考え方で、えっと、こういう、えっと、研究というのを展開できるじゃないかと。 人々がそれまでに作ったことのない不安定核ビームであればこの手の実験をやれば全て新しい実験になるんだからこういうのがこういう実験をやろうというのがまあ返ってきた最初のアイデアです。で一番のあれはリシューム11という中性子ハロー核というコアの周りに中性子がぼやっとしているっていうで2個の中性子が。 そういういコアから離れたところにいる中性子がどういう相関をしているかっていうのはやっぱりいまだ,だに皆さんの研究テーマになっているんだけどそれをあの測るためには当然このリシウム11のビームこれが世界最強のリシウム11ビームが先ほどのリプスで生成されるという、まあ、生成しようという意気込みで作られたわけでそれが出てきたらリシウム級と2つのニュートロンというトリプルコインシデンスですがこ,のこういうものを この3個を使測定したインバリアントマスでススペクトロスコピーをやりましょうで。そのためには2個の中性子を同時に測定しないといけないんだけれども中性測定は常にこのクロストークの問題といって中性子は止まらないことが、えー、とほとんどは止まらないので信号を作った後もう一度散乱してくるっていうことがあって本当に2個の中性子が来たのか1個の中性子が、えー、ともう1個の信号を作っているのかっていうのを識別しないといけない。 でこの識別の仕方としてこう中性子検出器をこう密にスタックさせるんではなくて距離を離しておくと、えっと、この、えっとまあ、因果率を上手に使うと半分のイベントは捨ててしまうことになるんだけれども、えー、絶対にクロストークでないイベントというのを取り出すことができるとい、まあ、そういうアイデアで、まあ、こういう中性子検出器を5層使って、まあ、リシュミレブンが クロン気で2個ののの中性子に壊れるというものの測定をし例えばこれが論文ですがでこれを、えっと、この時は家、えっと、電粒子は、えっと、まっすぐこの件数計で測定してましたがこれをちゃんと電磁石で曲げて中性子と家電粒子をしっかり識別してきっちり測定するというのが、まあ、そこにおられる中村さんの実験で,で、まあ、これでより完備な研究がなされると。でこれが 今やその中村エンタープライズだと僕思うんだけど、えー、RIBF で今はサムライで、えー、ともう大展開している研究の、まあ元になった研究であるというふうに考えております。はい、で、えー、と今は実は流行ってないんですがあの、えー、とそこに竹内さんおられますけれども、えー、と家電効果反応っていうのも、えー、と面白くて実はあの元の親格の えっと、中性子を陽子、えっと、にポットを入れ替えると、えー、いうことをすると、えっと、この親の原子核とほとんど、えっと、同じ状態というのを一つ電荷の多い原子核に作ることができるというのが、まあ、このアイデアで寺西、まあ、さん竹義さんの理論になった仕事で,でこれは何がうれしいかっていうとその中性子ハローっていって2個の中性子が外側を回っていると。 この外側の中性子が陽子に置き換わるというのとこのコアの中性子が陽子に置き換わるまあこれの重ね合わせになるんですけれどもこの外側におるがためにえっとこのえっと電荷が増えたことによる静電エネルギーの増加っていうのが普通の原子核に比べてちっちゃくなるわけですね。でそれをプロットしたのがコーリシウムで言えばここでガクンとなりベリウム11で言えばこうなってえっと確かにこう。 外側の2つの中性子というのは結構外を回っているねとでこの中性子アローの広がりを定量化する一つの手段になるねっていうのを示した実験になります。でこれはその後実は引き継がれていないのでいつかこういうことができるかなと思っているものの一つです。で粒子崩壊に関してはそのインバリアントマススペクトロスコピーですが当然ガンマ崩壊をするっていうのは。 考えられるわけですがガンマ崩壊というのは面倒くさいんですねトンネル粒子からのガンマ線というのはドップラーシフト、えって、とえー、救急車が近づく時と遠,遠ざかる時で音程が変わるのと一緒ですがこのドップラー効果が半端ない、えー、わけです。 でこれはベイリウム12っていうのが各種あたり、えー、と40メーブぐらいでボンとぶつかってベイリウムのアイソトープができてガンマ線というのを測定してやると散乱角度っていうかガンマ線が後方で検出されたか前方で検出されたかでガンマ線の測定されるガンマ線のエネルギーがまあ何十パーセントも変わるということが起こるわけですね。これはまあ考えれば当たり前のことなので,でこれをちゃんと識別できる検出器を作らないといけないというので、まあ、当時 本林さんがこう、まあ、立教に移ってからなんだけども立教でこういう「まあ l i と呼ばれるケンスキアレを作るプロジェクトを立ち上げられていてでまあそれにこう参画するということになりました。で、えーとまあ、この,このケンスキも今も、えー、とこれの第二世代ダリ l っていうのも含めてやっぱり RIBF で活躍しているし、えー、まあ えっと、まあ、この手のやつを使って、柳沢さんとか山田さんとか、まあ、あの、今、西がにいる朝日さんとか。米田さんとか、その他多くの方の、あの。ガンマ分光の、あの、で、理論を作る形式になっていきます。はい。えー、まあ、ここは飛ばしましょう。<laughs> それで、えー、っと。もう一つの基盤装置っていうのは、これは、えー、っと。 先ほどのガンマ線を、えー、検出をもっと感度というかな精度を上げようという、まあ、精度を上げたいというのは常に人々は思うわけですがでこれはあのみんなが思うんだけれども、まあ、せめて10%ぐらいのエネルギー分解能を1%ぐらいに上げたい。まあ、ゲルマニウム検出器を使えばもし止まっている核からの ガンマ線だと0.3%とかにものすごい高精度で測別できるんだけれども先ほど言いましたようにドップラー効果っていうのでものすごく広がってしまうでなのでその広がったガンマ線をえっと測定してまあ1%のオーダーに落とし込むには検出器の中でえガンマ線がヒットした位置というのをミリメートルのオーダーで決めないといけない。 でガンマー線の検出効率を高めようと思うとボリュームを増やさないといけないんだけどボリュームを増やして検出効率を上げると位置が決まらない。でかといって細かく細かくしていけばいいかというとそれはあのいろんな意味で限界があるというので、まあ、それのほどほどの解というのでグレープというのを作りました。でえー、っとこれはまあプレーナー型の検出器を使って、えー、あこれはダメだなはいえー、っと。 まあ、あのこれはですね当時のセンター長の酒井さんが、えー、っとこれは裏話と言うとあれかな、えー、我々は和光にいたんですけれどもその前は田無にサイクロトロンを持っていましてでそのサイクロトロンを完全に、えー、っと解体して更地にしてで今あの西東京の公園になってますけれどもその更地にするっていうことに まあ我々関わってで、まあ、それの温度をとっ,っていたのが酒井センター長で,で、まあ、あのそれのある種の、えー、ご褒美というかなあの大学からのご褒美で少しお金をいただくと、まあ、1億円ぐらいお金があるのであの取ってこれそうなので、えー、2週間でプロジェクト作れと酒井さんに言われましてですね、それで、えー、と無謀にもこういうものを作るということを、まあ、始めたというのがきっかけです。で、えーと そもそもゲルマを使うっていうのは大体その前にも何度も検討しながら普通ではできないねと思っていたんですがまああのそういうことができるかもっていうことを、まあ、半分期待で作ったものです。それでえー、っとあれこれかそれで先ほどのやつをあのこれも例題ですけれども同じように、えー、っとこうやって、えー、っと18台作って角度をきっちり決めて。 やるとこれはあのマグネシウム32というのを高速の26%で飛ばした実験ですが、えっとまあ、NAI と違って非常に、えっと、シャープなピークを得られるという、まあ、こういう実績ができるようになりました。で、えっと、次に、えっと、次にっていうか実はこっちの方がゲルマより先なんですけれどもやはり先ほど言ったその逆運動学というかな こ調べたいものを、えー、と当てる標的ですね。標的の開発というのがやっぱり陽子とかアルファ粒子とかそういうものがまあ、オーソドックスにはプローブとしていいわけですね。でまあ陽子はえっ、ー、とポリエチレンとか炭化水素とか使えば陽子の標的って作れるんだけどヘリウムの標的っていうのはまあ普通にはあの固体で作ることができないのでえっ、ー、と液体、えー 液体標的というのをやっぱり作ってアルファ粒子をプローブとした不安ンデ核の実験というのをやりたいというのでこれを制作するというので竜藤さんというのは九州大学出身の方ですが彼がクライオジェニックとかにも得意で彼だとその液体ヘリウムまあ液体水素もできたりさに。 作られてましたが、まあ私は主にこのヘリウム標的というのを作らしていたあのを作ることになっていま,すまあクリプターと呼ばれていますがでこの液体ヘリウム標的っていうのはやはり今でも RIBF で使われていまして、まあ、これはその後で出てくるテトラ中性子の実験でもまさにこの標的を使って、えっと、テトラ中性子というのを作るということをやっています。 で当時このプローブを使ってやってたのがやっぱり水つ子の魂というかですねクラスターっていうのからなかなか気分が離れられないというのがありまして、えー、このベイリウム12というのがあのヘリウム62つに壊れるとかアルファとヘリウム8に壊れるとかこういうチャンネルを見てやると何、えー、かこう構造が出てきてどうもこういうクラスター の状態がでできていいるのではないかとしかもあの解析をこれは非常に大変な解析で斉藤さんは非常に頑張ってやっていただいたんですけれどもスピンを全部決めた上でスペクトルを測定するということが可能になってでそれぞれのスピンの状態でこういうところに共鳴と思われるものが現れてるねっていうそれからこちら側のチャンネルだとスピンが1とか3とかいうものが現れてくる。でえーと こういう状態っていうのは、まあ、対照的なクラスターと非対照なクラスターと、まあ、あの両方が混在しているようなクラスターになっているんではないかというような、まあ、これは理論的にはそこにおられる伊藤さんなんかがその提唱されたものと割と似たものが見つかったんではないかというまあ、そういう研究をしています。 えっと、酸素14っていうののをやっぱりアルファ粒子で冷却をしているんですがこれはもっと、えっと、さっき見たクラスターではなくてプロトンに壊れるとかもっとバラバラになるとかいうものを集めてきていろんな核運動量の状態というのを作ってモノポールのブリージングモードとか、えっと、ダイポールでもこうシェーキングモードっていうかなそういうもののストレングスディストリビューションというのを不安定核で初めて測るというのをやりました。 でえー、とこういう研究っていうのは、えー、とこれはなかなか実は面白いんではないかと思っているんですけれども、えー、と結構そのサムルールというかな振動手話の大きな部分をこういうところで占めているということがこの時に分かってこれは馬場さんの、えー、と理論になっています。で、えー、とこれはセレンディピティなんですけれども実はこのこういう実験をやってた時にえっ、ー、と 我々はは基本的には非男性みたいいななものしか考えてないこれは何でかっていうとビームが非常に速いので標的から粒子を引っ張ってくるっていうのは結構難しかろうと思ってたんですが、えー、よくよくデータを見てみるとその1個陽子を引っぺがしてくきて、えー、とボロン13の束縛状態を作っているようなイベントがありそうであるということが分かって、えー、NAI で最初分かったんだけどもそれは全然区別がつかないのでゲルマを使って えっと、それを、えっと、きっちり測定しましょうというのでこれは太田さんの理論ですけれども、えっと、非常に特徴的に、えっとまあ、モノポールというかスピン二分の一プラスという、えっと、これは、えっと、ほとんどのローライングの状態はネガティブパリティなんだけれどもプラスのパジリティのまの、あ、プロトンなんだけどイントルーダーというかな上の、えっと、カラーから、えっと、降りてきたそういう。 状状態態でやって変形した歴状態なんではないかと、まあ、そういうい研究がなされましたで、えー、とそれだけではなくて、えーとまあ、この手の、えー、とプロトントランスファーができるようになると不安定核の一粒子状態というのを調べることができるようになるわけでそうすると,、えー、と不安定な原子核の空構造がどうなっているかというものに、えー、とアプローチできると。 というののでやったのはこれは道スさんの理論ですがフッ素23というのを、えっと、ヘリウムからえ酸素22から1個プロトンを引き抜くとか非、えー、弾性散乱をするとかヒッペガスとかいろんなカクテルビームで複数,複数のビームがやってくるんだけどそれを全部最終的にフッ素23になるっていうやつを集めて、えっと、冷気状態の特徴付けをして。 それで、えー、とこのイントルーダーっていうかあイントルーダーのシングルパーティクルステートを同定、まあ、するということをやった実験になります。これはまあ非常にあの面白い実験で、まあ、これはまあ道正さんぐらいパワーがないと解析ができないものかとは思うんだけれどもこれは非常にあのまあ僕から言えば自慢すべき実験なんではないかなと思います。はい、でさっきセレンディピティって話をしましたが。 えっとまあ、こういう実験をやっているとそのセレンディピティってその思いもしないものが見つかるということが起こりえましてでこれはそのベリウム12という原子核のセカンドゼロプラス状態でこれはもうずっと昔50年近く40年以上前に絶対2プラス状態が2個あるはずであるという論文がありましてですねでこれはその不安定原子核の中でえっと 非常に縮大したパリティの違う、えっと、軌道というのがあるのでここに2個ずつ、えっと、ペアを組んで粒子を中性子を入れれば2個状態ができてまあそれが相互作用すれば2個のゼロプラスがあるはずであるとまあこういうものがあるはずっていう、まあ、これは分かっていてでアルファ3ランをやればゼロプラスは作れるねっていうので斎、まあ、藤さんのその えっと、クラスターの実験と同じようにゼロプラスを探すすといいうのも考えていたんですねだけどよくよく考えてみるとこの状態っていうのは実はあの寿命が長い状態でであ,あったわけですでこれは寿命が長い状態であったっていうことがどうやって分かったかっていうと実は斎藤さんの実験の時の標的なしビームだけが飛んでくる。 ビームしかやってきててきいいなはずの時にガンマー線が見えているしかも2本ガンマー線が見えているというイベント要するに標的に当たっているわけではなくてビーム自身がガンマ線飛びながらガンマー線を出しているというのっと思われる事象というのが見つかります。でだからこう飛んできてるんだけどこの冷気した状態が飛んできて。 これが走りながらここで崩壊したりここで崩壊したりということが起こってい近い続いてくるやつと遠ざかっていくやつでエネルギーが違うはずだからタイミングをあの測定の時刻を見てやってこの2つをえっとドップラー補正してやると非常にきれいにここのイベントがピークになりましたこれはま本当に運が良かったというかこういうことは。 えー、運のいいことってあるんだなってこの時は思ったんだけどもこうやってピークになってでこの状態っていうもののガンマ線のカスケード理系の角度分布というのを見ると非常にきれいに020のトランジションになっていると、えー、いうことが分かって、まあ、ゼロあのセカンドゼロプラっというのが、まあ、ほぼ30年40年がかりで見つかったっていう、まあ、そういうセレンディピティーがありました。 でこの状態っていうのは実はいろんなスペクトロスコピーで使われようとしていてそこにおられるあの上坂さんとかあのがあのこれを使った研究っていうのを、まあ、今もされています。あとライフタイムを決めるとかでこういうその、えーっとまあ、2個の状態っていう、まあ、これは今流入と変形共存っていうものに対応するんだと思うんだけれども。 そのえー、とパリティがマイナスの状態とプラスの状態がこう混じり合っているようなものでこの2つの状態を混ぜるとこういう振動モードが現れるという、まあ、そういうものです。だからベイリウム12に関してはこういうものとかクラスター状態とかいうのが同定、まあ、することができたという、まあ、そういう成果が挙げられました。さてあもう1時間経ちましたね。 はい、えー、いよいよ社楽プロジェクトですが、えー、と先ほども言いましたように、えー、とやはりその研究センターっていうのは大きなプロジェクトというのをやっぱりドライブしていかなきゃいけないというのはそれは常に、まあ、当時あってそれで、えー、とこの時に、えー、と考えたのは RIBEAM というのはあのマテリアルっていうかな非常にそのプレーグラウンドを広げて いいいろんな変な変原子核をっっぱい作って、セリストを調べるっていう、まあ、これはみんなが考えることなんだけど、えっと、これはこれでものすごい広いえっとサイエンティフィックインあのオポチュニティがあるんだけどもうちょっと違う見方としてこのアライビームをプローブとしてその自然界にあるえっと陽子とかアルファ粒子とかが持っているのと違う量子数を持つプローブであるとして位置づけましょうという考え方です。 だからスピンが大きいとか内部エネルギーが大きいとかそういうものを使ってまあで、えっと、特に使ったのがこの発熱型家電交換反応というやつで不安定な原子核が安定な原子核に変わるような、まあえっと、反応を使うとこの内部エネルギーを標的に与えることができて。 そうすると、運動エネルギーを使わずに標的を冷気できるので運動エネルギーを使わずに標的を冷気できるなんてことはそれまであんまり人々は考えてなかったんだけどそういうことができるに違いないということで運動量以降ががちちくて霊気エネルギーが高いものを作るとで、えーと。そういうものがいくつか面白いものがあるよっていうのが分かっていたので、えー、とそういうものを、えー、と調べる装置として写楽というのを作りましょう。 いうことになりましたで、えっと、これはハイレズリションのスペクトロメーターなんですが、えっと、実はビームそのものが、えっと、30Meb もエネルギーが広がっているので、えっと、これでは普通のスペクトロスコピーができないから実はこ,のここのスペクトロメーターが分解のがいいだけではなくてこのビームライン自体もそのこの 30Meb を分けるという、えー、そういう機能を持たせる必要があると。 いうので、ディスパージョンマッチングであるとかタギングとかいうそういう考え方を導入が導入されました。で、えっ、ー、とまあこんな絵で、えっ、ー、と角度分解のが高くて、同じえっ、ー、と運動量分解のも1万5千円ぐらいのものを作ります。で、これがえっ、ー、と完成して、多分ファーストビームが出た直後に撮った実験グループの写真。それから数ヶ月経った後のあの完成記念式典で。 坂井,です坂井さんとかおられますけれどもあの,の写真ですでこの写楽を使って、まあ、多くの研究がこれまでになされてきていて D 色、まあ、もたくさんできてますし、まあ、ロブも出ています。で、えーっとまあ、先ほど言ったそのた、えーね、叩いてイ、まあ、クソサミックスチャージエクチェンジっていうのもそうですけれども。 物、えっと、の,の考え方は普通核反応っていうのはイニシャルの状態とファイナルの状態を決めてまあ決まってるんだけどその間の線行列を求めるとこの線行列の事情に絶対値の事情に比例するのが断面積だしライフタイムだとそれいの逆数まあこういうマトリックスエレメントっていうのを求めるっていうのが普通の考え方なんだけどこれを書き換えてやると、えっと、ここの部分だけ取り出してやると。 えっと、実は、えー、規定状態にあるオペレーター金槌で叩いてやるとエナージーの、えー、こういう状態ではないけれども規定状態と非常に関連深いウェブパケットができますでそのウェーブパケットをファイナルのエネルギーアイゲンステートで展開し,てし直してやればそれがそのケースがマトリックスエレメントでそれがエナージースペクトルになると、まあ、これをこういうふうに読み替えることができます。 でこっちはまあフェルミのゴールデンルールのものの見方なんだけどそれをこっち向きの見方で考えましょうってこれはすなわち、えっと、オペレーターがわりとクリアに分かっていてグランドステートも比較的よく分かっているとすれば、えっと、この上パケットって計算できるので、えっと、そういう考え方でエネルギースペクトルというのを見られないかというわけです。そ、えっと、そもそも その反応っていうのがどれくらいの時間スケールで起こっているかっていうのを大ざっぱに見積もると、まあ、例えば各子あたり 200mEb ぐらいで、えー、高速の60%ぐらいで粒子がポンと通過するとその時刻の間のエネルギー由来っていうのは 60mEb ぐらいだから簡単体には6 0 m e ブぐらい冷気できると。えー隠したりえー、と速度が30%だと 30mEb ぐらい冷気できるに違い。 まあその間に散らばった状態というのを作ることができるに近いというわけです。で、まあ、このアイデアを使って、まあ、いろんな実験はしているんだけどあの一番典型的なのは、まあ、これは話さないと怒られるので、えっと、テトラニュートロンの話をしますがこれは液体ヘリウム標的からテトラニュートロンを作るのに、えっと、ビームとして不安定なヘリウム8というのを2回家電交換して、えっと、作りましょう。 でこの時に使ったのがヘリウム8とベリウム8の間の内部エネルギーの差っていうのがこのヘリウム4から4粒子バラバラにするというのの冷気エネルギーとほぼ同じ状態にできると、えー、キューバリューがエネルギー的にほぼ釣り合うので運動量以降がほとんどないというだからそっと4つの中性子の系を作ってやれと。 もともとァ粒子が止まっていてそれがそっと4つの粒子、あの中性子に変わる、まあ、そういう実験をしてでこれはあの木曽根さんの理論になるわけだけどもそれで、えっと、4中性子の、えっと、バラバラになるエネルギーをゼロとしてそこからのスペクトルというのを測定すると、まあ、イベントは少ないけども、まあ、こんなスペクトルが得られる、まあ、この中でこの連続的にバラバラしている部分っていうのは、えー、先ほど言った エリウム4の規定状態っってててよく分かっていて今の二重過電交換反応をするっていうオペレーターも比較的よく分かっているのでこのウェーパケットをここから作ることができてそれが例えばあの強く相関した2つのニュートロン系が飛び合っているっていうそういう波動ンス作ることができるのでそういうもので展開し,し直してやるとスペクトルを作ることができます。 で完全にこいつがバラバラだと,、えー、とこういうところにピークができるんだけど相関をしているとこの2つの相関の強さを掲げると、まあ、ピークが動くんだけれども、まあ、割と高いところに、えー、とピークが生まれてでそれが、えー、とこの赤い線になると。それで、えー、とこのゼロの上にある読みペントっていうの,のがこのピークのフラクチュエーションで出ていると仮定するとまあそれ仮定 すると4シグマでそれが棄却できると4.9シグマのシグニフィカンスがあるということでこれが4中性子の共鳴状態ではないかという論文になったわけです。そうかもう終わりね。<laughs> はいえっ、ー、と土壌調査についてはさっきお話がありましたからざっといきますがこれは、えー、と私というよりは核物理コミュニティがすごい頑張ったということがエッセンスです。 でえー、と核物理コミュニティがあが地震が起こったのは3月11日で、えー、原発が爆破したのは12とか13ぐらいだと思いますがもう15日頃にはメーリングリストで何とかしなきゃって話になっていてで、えー、と次の日にはスクリーニングに出かけていくでそれと同時に土壌中の放射性物質を取らないと。で特に、えー、と要素というのが 反撃8日だから、これはとにかく早く測らなきゃっていうので、非常にあの土壌調査に向けてコミュニティがまあ、他のえっと核物理だけではない。あの地球地球環境分野の人も含めて、えっとアカデミックなコミュニティが動いたわけです。で、まあいろんなことはありました。けれども。 ようやく6月8日まあ思ってたのに比べると多分一とつき以上後なんだけど文科省から予算がついて大規模の測定というのをやりました。で、えっと、我々の,の CNS は、えっと、ゲルマを使ったあの、まあえっと、およそ1万個の資料の分析のうち6,000個分をこういう大学の、えっと、こういう方々がみんな手分けしてそれぞれが持っている それぞれのゲルマニウム検出器で測定すると、えー、いうことで、まあ、あのこういう内訳で、えっと、測定をしてそれでこの絵が作られました。で、えっとまあ、CNS はこういうものの,あの土壌資料のやり取りであるとか送られてきた結果の、えっと、検証であるとかそういうことに携わって、まあ、最終的にこれセシウム137のマップですがこういうものが得られたり。 残念ながら要素131はこの大規模調査では測定できたところは一部分ですが5月にえっともうちょっと粗い測定というのがこれはまあお塚さんらんが頑張ってやられたんですがと一緒にやられたんですが、まあ、これもひっくるめてえっと要素のマップも作られました、まあ、こういうものができたというわけです。はい、えー、すいません長くなりましたが最後に行きます。 大エドプロジェクトというのを、えー、と社楽の後にやりましたでさっきブランクスポットと言いましたがどういうことかと言いますと,、えー、と不安定な原子核これ、えー、と各種の、まあ、質量数がこちら向きでこちらが入社エネルギーですで重い不安定核を効率よく作るにはエネルギーの高いビームが必要です高くないとなかなかいろいろ難しくてまあですね でえっと、一方そういうものを標的から作って加速するっていうやり方があるんだけどこれはそれなりに大きな加速器を使って加速してやらないといけないのでこの下からアプローチするっていうのもなかなか難しい。で既存のものからはい既存のものからエネ、えっと、マスを広げるっていうのもそれほど簡単ではないので、えっとまあ、このエネルギーを下げたいねっていうのはずっとありました。でえっと、これは えっと、僕個人的には RIBF のプロジェクトが、えっと、始まった頃から下げるっていうのはやりたかったプロジェクトの一つなんですがずっと長い間アイデアがわからなくて、えー、キーワードは分かっていたんだけどそれがなかなかあの思いつかなくてある時、えっと、ふと思いつきました、まあ、この辺の三端さんとかの議論もあれなんですがでキーワードは何かっていうと サイクロトロンサイクロってあの動機っていう意味ですがサイクロトロンのビームっていうのは、えっと、ビームがい、えっと、連続できてるんではなくてバンチっていうんですかね非常に短い1ナノ以下のビームバンチで、えー、数十ナノセックごとにこうポンポンポンとやっていきますなので、えっと、ビームを作るタイミングっていうのは、えっと、まあいえば1ナノぐらいの精度で決まっていますなのでそこでできた不安定なビームっていうのは 前、えっとまあ、言えば時刻というのは、えっと、ある種同期しててやってきますで、えっと、サイクロトロンに同期して粒子がやってくるので,で北粒子の速度っていう情報を使ってやれば、えっと、うまくいくんではないかっていうのがこのアイデアです。でというのはどういうことかというともうちょっと詳しく言いますと、えっと、サイクロトロンで作ったビームっていうのは。 不安定のビームというのは運動量が広が広っていますさっき 30mV ぐらい広がっているって言いましたがでエネルギーの広がったビームをこの、えー、と磁気分析装置に落としますと,、えー、とマグネティックリジティが違うというかな曲がり方が違うので違う場所に早い、えー、と早い粒子と遅い粒子は違う場所にやってきます。で違う場所にやってくるので早い粒子はたくさん物質を通して遅い粒子はえっ、ー、と トース量を少なくするとまあ調整をしてやるともともと広がったビームっていうのを、まあ、エネルギーをある程度揃えて減速することができるとでこれはもう昔からみんな知っていてでこれをあの、えー、とモノエナジティックディグレーダーとか呼んでいたんですが実はこれが、えー、とこれはこれでいいんですが揃ってしまうともうもはやどこにも相関が残っていないのでこれを。 その絞るっていうことがも,もはやでできなくなくるんですね何か絞るためにはあるものとあるものの相関を使って絞らないといけないんだけれども、えー、とそれ絞ることができないでこれはあの位置と運動量、えー、と位置と角度と運動量という次元だけを考えてたではもう絞りようはないんですところがここに速度っていうか時間軸っていうまあ X y でいうと飛んでると Z 軸方向なんですが。 普通のビームラインは Z 軸方向っていうのはあんまり考えないんですが時刻方向に考えるとエネルギーの高い粒子は早くやってきてエネルギーの低い粒子は遅くやってくるわけですね。だからさっき位置が違うと言ってますが実はやってくる時刻も違うわけです、ね。でやってくる時刻が違えば早くやってきたやつと遅くやってきたやつでその変更をする 向ききを変えてやるるとと収束ででに違いないといなうわけです。だから早くやってきたやつはそのまま行くとこっちへ行っちゃうのでこいつは左にキックしてやりなさい遅くやってきたやつはほっとくと左に行ってしまうのでまあ上に行ってしまうので下にキックしてやりなさいというのがこの考え方です。だからサイクロトロンに同期して、えー、とその粒子をこうキックしてやる。 まあ、あのトラックでやってきたあの走ってくる人のレーンを変えるみたいなもんですねでそういうことをやるとこの自国の情報を使うことで粒子を収束することができる、まあ、これは原理的にで、まあ、これは誰かが思いついててもよかったんだけどたまたまあまあ、僕らがまあ最初に思いついてそれならこの RF のキッカーというのを作ってやろうじゃないかというので、まあ、プロジェクトを挙げましたで。絵に描いたた餅だったんだっんけれども えっと、そこに我々藤田さんのプロジェクトと桜井さんの、えっとまあえっと、イニシアティブのもあでインパクトの予算がついて先ほど言ったキックする RF のキッカーとそれからまあ収束装置をのセットというのを作ることができましたでこれを OED ビームラインと呼んでいますでこれが関成記念式典の時の写真で。 それで、えっと、これが、えっと、パフォーマンスですがもと、え、も、ー、と 200Meb ぐらいで作られたセレン79という不安定核ビームを、えー、46Meb ですねエネルギーにすれば4分の1ぐらいに落としたんだけど広がりはむしろここよりはエネルギーの広がりはちっちゃくあるいは、えー、とこれは、えー、とパラジウムの場合ですが同じように、まあ、エネルギーの広がりを、えー、とそんなに広げずに減速することができている。 でさらにこの RF でこう、えー、とキックをすることによってぼわっとしていたビームイメージというのをまあ2センチぐらいのサイズに収めることができると、まあ、こういうことができました。で、えーとまあ、これで、えー、とインパクトプログラムの中ではその長寿命核分裂性生成物であるパラジウムとかセレンに対する核データ特にエネルギーの低いところの核データを測定するというプログラムをありして。 これは報告書は出てるんですがまだ論文になってないので結果の絵は出しませんがこれは陽子とか重陽子に対する核変換断面積を測定する。からこれは中性子捕獲断面積を DP 反応の代理反応さっき代理反応って話をしましたが代理反応で Nγ の断面積を出すという、まあ、そういうプログラムが えっと、なされましたそれで、えっとまあ、この大 e 戸を使ったプロポーザルというのが、えっとまあ、これはいくつかもうすでにアップルーブ1234テーマあるのかな今ね。で、えっと、この、えー、5月とか4月に、えっと、こういう実験が予定されていてまあ私としては え、私の定年退職後ですが、あの成果を期待しているというところになっているわけです。はい、えー、っと、この辺でやめたほうがいい。もうちょっと大丈夫、すみません、ではもうちょっとだけ。えー、っと、この先は非常に個人的な話です。それで、えー、っと、私としては、ここのところ、まあ、あの講義とかも考えながら。 えっと、核反応っていうのを、えっと、もうちょっと素朴に理解できないかなっていうのをあの最近考えております。で大体、えっと、核反応のテキストには最初こう書いてあるんですけれども入射粒子がやってきて標的とぶつかってだんだんこう何回も衝突しているうちに複合核になるとかスッと抜けたらポテンシャルされるなん書いてあるんだけどだけど、えっと、核反応の理論っていうのは 実はこれらの時間スケールを全部潰した理論になっています。えー、というのは解いているシューデンガー方程式は時間依存してないシューデンガー方程式を使ってこの場合はこうこの場合はこうこの場合はこう,この,はこ,うこの場合はこうってそれぞれ別々に、えー、とモデル化して、えー、と解析をする、まあ、そういうやり方をやっているんですけれどもだけど実験をやってる立場から言うと。 まあこういうい時間スケールというのが入った核反応の理解というのをやっぱりしときたいなと思うんですね。でこれは特に、えっと、産卵理論を学生若い学生にこう教える時に一番引っかかることなんですこうぶつかってっていう絵を描きながら解いているのはあの時刻に関係ない種類的な方程式を解いたらこうなって。 リップマン・シュビンガー方程式で書けるんだよとか言ってでこれはその誰かが言ってましたが量子力学を分かるんではなくて量子力学を慣れるための作業をしているに過ぎなくてもうちょっと分かっったた気になりたいなりいうのを最近思っていますで、えーとまあ、そのため、えー、と実はテキストにも書いてあるんですがそういうその時間をちゃんとあらわに取り入れたものが望ましいんだけど、えー、煩雑で 計算すす、るのが大変だから、時間にに依存ししないものにしますみたいな書き方がされてあることが多いんだけど、まあ、ちょっとあからさまにそういうことをやってみましょうかっていうのをちょっとや最近やっています。で、えー、とこ,れはあのこれもあの三つ子の魂なんだけどやっぱり三体反応というのは非常に僕としてはこだわっていまして、えー、まあいえば三個の粒子がいると。まあ、子は、 芯があって2個ニュークレオンがいますっていう系を考えましょう。まああの簡単のために2個は無限に重いとしてやると2個の粒子をまあこれは1次元ですが1次元で2個の粒子が飛んでいるというシュレディンガー方程式を書くとこれはまあ何でも書けちゃうわけですが、キネティックエナルギージのタームと相互作用のタームがあります。でこの相互作用のタームというのは1番目の粒子の座標に依存する相互作用と2番目の粒子に依存する相互作用と ここの2つのののつつ相相対距離に依存するターンと、だかで、要はこのチュレレンガ方程式を解けば答えが出るんだけどこれを時間に依存しないこの、えっと、方程式を解くっていうファデー F 方程式というのが世の中にあって、えっと、それを解けば出るはずっていうふうに言われているので自分でやってみようと思ってトライしてみたんだけどこれなかなかできないんですねこれやっぱりプロでないと解けない。で そうこうしているうちにひょんとふと思いついたのは、えー、と時間依存のシレディンガー方程式を解くうまいやり方があるよっていう論文がこれは物性の方ですけれどもあの、まあ、この塚田さんとかご存知だと思うんですが、えー、とこういう論文がありましてで、えー、とこれを数値的にちゃんと解いてしまえというやり方があります。 でこれが解けるなら、まあ、あの初期条件を変えてでこ,れこ,れにこの処方箋に従ってこの指令電荷方程式を解いてやればこう粒子の、えー、と波速がどう運動していくかっていうのが見えるはずであるというわけです。でこれはちょっとあの後で見せる絵を理解してもらうために、えー、とちょっと漫画を描いてますが。 1、えっと、一次元の産卵問題なんだけど自由度が2個あるので1、えっと、次元の産卵は独立な1番目の粒子と2番目の粒子の座標という独立な、えっと、座標形、えっとまあ位相空間の中にイベントが、えっと、あるっていうわけです。それで、えっと番えっと、2番目とコアの間の距離が0のあたりっていうものが、えっと、2と3が束縛されているというのはここにいる。 1>, 1と3とと束縛されていいるるのがここにいると1と2が束縛されているというのがイベントというのがここに現れるでそれに対してそれ以外のところというのはバラバララにになってていいるものに対応していますで、えー、っと初期条件として例えば2と3が束縛して1番目の粒子が飛んでいるというウェブパケットというのはこの辺にウェパケットを用意しているでこちら向きに飛ばせばそういう初期条件になるというわけです。 でこれがその、えっと、実際にシュレーデンガー方程式の数値解を解いて、えっと、ウェーパケットの時間発展というのを解いてみました。えっと、個人的にはやってみてどうかなと思って、まあ、結構うまくいったのでびっくりしたんですが、えっと、標的は、えっとまあ、ある束縛エネルギーで束縛されているでこちら側は散乱しているウェーパケット。でイニシャルの状態これとこれを同時に書いているので。えっと イニシャルはここにいてこっち方向に束縛されているけどこちら方向に飛んでいるというイニシャルの状態が、えー、とこういうところに相互作用があってその相互作用に従ってまあ、っすぐ飛んでいったやつとか反対向きに飛んでいったやつとか実は1と2が入れ替わったやつとかがあると同時に、えー、と連続状態も存在している。まあ、こういういのが 実は一辺に出るわけですねでそれぞれ普通は、えっと、これはこれで、えっと、これが全近的にどうなっているかという波動関数を用意してオーバーラップを取るっていうことをやるんだけどこれがあの確率論的にに言えばててが一辺に現れてる、えー、別の初期条件を取ると1番と2番が束縛されているものが標的あたりにこうぶつかっていくと何が起こりますかっていうと。 当然、それから、えっと、後ろにこう飛んでいくそれからちょっと見えにくいですがこれの1個が、えっと、コアに吸収さあの束縛されてこっちへ飛んでいく。でそれ以外に、えっと、こういうブレークアップではよく言われるんですが、えっと、1個目の粒子はそのまま飛んでいくんですが2個目の粒子は反対向きに飛んでいく。 これはその KSI フリーとか KSI フリースキャッテリングとか言うんだけどそういうイベントが作れるっていうわけです。で、えっと、これだけでは何ら定量化できないんですが実はこれも皆さんよくご存知ですが、えっと、時間依存のえっとンガー方程式の解が分かれば、えっと、これを、えっと、時間で、えっと、ウエイトをつけて積分してやるとそれこそ最初解きたかった えー、非依存の終電化方程式の解というのを作ることができるでそれがこれです。でここにあるのはま、えっす、と、ぐとんこれはあの入射の波速の部分を抜いた後なんですがまっすぐ飛んでいったやつとかバックワードとか入れ替わったやつとか、えー、それから、えー、っとまあピックアップしたやつそれ以外にコンティニアムに飛んでいくっていうウェーブがこうやって現れて。 でこれの全金的なアンプリチュードを測ってやると実はどういうチャンネルにどれだけ行ったかっていうのをあの計算することができる。でこの,この計算ってあの難しいことは何もなくて、えー、要はあの、まあ、計算パワーがあればこういう計算はできるので,でこういうことを使ってやるとあのもっと面白いこと今日はここではお見せしませんが。えー フェッシュバッハ共鳴というのがあるんですが入社エネルギーをうんと下げてやって、えー、束縛状態が2個用意できるような経を用意してやると入社粒子が標的の各種を1個冷気して自分自身はポテンシャルの中に落っこっちゃってでしばらくごそごそっとしてまた元に戻って飛んでいくみたいなイベントもえー、っと実際にシミュレーションで出すことができます。で まあこういうことを手がかりに核反応の理,あの理解というのをえっと進めていければいいのになというのがまあここ数年思っているいたことでまあこういうことをちまちまと将来できたらいいかなと思っていたところです。でさて、えっと、この絵は最初お見せしましたが4月からはあそこにいる吉坂さんが「おのこのプロジェクト」というのを立ち上げまして。 でこれの予算で、えー、と雇って研究員として雇っていただくこの「小野ころ」っていうのは実は古事記のここに出て,来てきていましていざなぎの御事といざなみの御事があの天井でこう泥をこうすくい上げたあ、えー、そに滴たれた後のにできた島が小野ころ島でこれがここに降り立って、えー、といろんな国ができたって書いてある、まあ、その小野ころだよね。 この頃でしたよね、上坂さん、ね。はい、ということで、えー、っと4月からはこういうことになります。ということで、えー、すいません、長くなりました。ご清聴ありがとうございます。おしまいです。 話ありがとうござ質問したい <laughs> あの,その人はあの、えー、とそのいろんなアイデアを生み出されて老舗で作られたというイメージしゃるんですけどもそういうアイデアを生み出すためには、まあ、普段どういう生物を作いるのかとか何例えばどういうことを老舗で生み出さのかとかあるいはそのイオする時に生み出されるのかとか。 どういうところが気になるかなっちょっと驚かれるかもしれませんけどあの僕は大学院の時とその後しばらくは食住接近でした、えっと、ドクターの時は確率研究センターのすぐ横に下宿して帰って食樹接近でしたが。 えっと私の人生の大半はだいたい通勤時間が1時間以上、まあ、典型的に2時間ぐらいの通勤時間のところにから通っていました。で、えー、っと皆さんそれ大変でしょうって言うんだけど実はその混雑した満員電車の中ってやることがないやることがないっていうことはえー、っと 僕にとっては、まあ、あの学生時代はよく本を読んでましたけど本を読むっていうのもだんだん老眼になってくると辛くなってくるっていうのもありまして実は、えっと、意外に誰にも邪魔されずにものを考えられる時間なんですね。満員電車のまあ,の中で、まあ、あの今は寝てることも多いんですけど寝てない時ってそのまあいえばあの考えるだけ。 要するにパソコンもないし、まあ、今携帯見れますけど携帯見るの嫌だからでそうするとものを考えるだけなのでまあ取り留めもないことを考えながら時々ふっふっと思いつくことってまあ皆さんあると思うんですね。それで、えっと、やっぱりその「食事を接近」とか、えっと、こう物事を進めていく効率っていうのを考えるとそれはそっちがいいに決まってるんだと思うんだけど僕の場合はこうか不こうか。 無駄な時間が、まあ、人生の、まあ、片道2時間ですから多く4時間だとして人生のうちの20%ぐらいはそのボーっとしている時間でこのボーっとしている時間が僕にとって今更ながらそのいろんなアイデアを生むそのもとだったんではないかなと思います。で先ほどの大枝の大話も えっとまあ、あれはあの歴史的っていうか自分の中ではいろいろあってそもそも時間を使えば、えっと、クーリングできるはずっていうのは最初から分かってたんだけどこれをどう使うかっていうのはいろいろ考えてたんだけどある時ふとあの磁気分析器と、えっと、変更装置というものの,その類似性というのが気がついてで今は磁気分析器と変更器のセットですがもともとは 両方とも変更機だったんです電波,ので電波でだから磁気分析器で広げたやつを集めるっていうのはデューにしても今のビームライン全部そうだけどその磁気分析器の代わりにそこに RF 変更器というのを置けば間で時間のディスパージョンができるので反対向きのをやれば元に戻るよねこれ,これがアイレアの元だったんですね。でえー、っとなののので一番最初の頃の えっと、僕のビオグラフっていうのはそういう、えっと、変更器が2個並んでいるようなでこれはビームラインマスがいるから実は RIBF の中にあるある空いてるところにここにその変更器に動けばいいじゃんって思ってたんですね。でだけどそうこうしているうちにそれこそ電車の中でふと思いついて前半を時期にして後半を電気にするっていうのはむしろ 実は後から考えてみるとこれは非常に有意義で、実は粒子識別とかそういうことを考えたときに非常にメリットがあったんです。で、えっとそうすると実は置ける場所っていうのがえっとうんとバラエティが広がって、あこれシャラクに収まるじゃんって,ってなったんですね。でこれがまあ実現した一番あれです。 でその時に何でそう思ったのかは知らないけど、まあ、やっぱりできたらいいなって思いながら電車の中で20分じゃあ2時間ぼーっとしてるっていうのが原動力だったんじゃないかなと思います。 ちょっと喋る。いやそうだ。えっ、ー、とどうもいろいろ面白い話ありがとうございます。えっ、ー、といやあん物理の話という部分はえっ、ー、とずっといろんな場面で全部一応と面白い仕事をされてるんだけどご本人はどの仕事が一番自分で気に入ってないです。<laughs> えっとそうですね物理という意味ではまだやり残していることがありますが。 やっぱりテトトラニュートロこの先です、ね、あの、えっとさっきの、えー、実は時間依存のあれ3体の話をしましたけどあれをあ,のあれもこう、まあ、ある種の思いつきなんだけどそのやっぱり多体の連続状態っていうのはやっぱりみんなあんまり分かってないんじゃないかなと思ったのね。でえっと、そういういものを、えっと、既存の、を既存 タイムインディペンデントなシュレーディング方程式で理解するのは難しいかろうっていうのが坂井さんの同じ意見だと思うんだけどそれがまあ,ああいうことをやり始めた原動力にはなってい,ますでいずれにしてもその、えっと、2体3体4体ってこうなっていった時にのリッチネスっていうのがこうどうクラシファイされるかとか何がキーになっているかとか、えっと、そういうものがマターの中でどうなっているかとか そういうことがやっぱり面白いんじゃないかなっていうので、その辺の素過程をあの調べたいなっていうのが今物理としてはそうです。それで実験技術として一番気に入っているのはやっぱオーエドです。あのこれはあのまあ皆さんはそれほどと思われないかもしれないけど、まあビームラインに加速器を導入するっていうこう後頭向けなまあアイデアなんだけど。 まああの若い方々のこうものすごい努力でえっとあれが実現できたっていうのは僕にとっては僕はアイデア出しただけでほとんど何もやってないに等しいんですけれどもあのやっぱりあの仕事はあの若い人たちにすごかったって僕は思います。 ついでに物理の質問したて。いや、最後のあの、え、反応の、あの、あのとても面白い、あれなんですけど。あそこ、そ、え、の、っと、インタラクション、プリフ。あれ、2回の時は、二回インタラクションだけだったんだけど、多いになってきたら、そう。タイムディペンデントにしないといけないよね。本当、それに関してアイデアは、相手あります。えっと、どこにタイムディペンデンスを入れるかっていうのがあるんだけど。 今実はあらゆるタイムインディペンデンスをウェブパケットの側に処罰しているんですね。で先ほどのシュレーデン側の定式があるあもちろん、えっと、処方箋は時間依存の処方箋だから時間依存のインタラクションを入れるのは別にプログラム上は簡単に入れられるのでそれはあの指導原理が分かれば入れられます。で先ほどあの、えっと、お見せした実はこの論文はえっとの大半はあのタイムインディペンデンス タタイイム・デディペンンンント・ラクションのことが書かれているこれ、解き方ねい,いんでの<や>に V の3体が入るっていうわけです。 だ,だからそれは T を入れないといけないか入れなくていいかっていうのはまず入れなくてどこまでいくかっていうのは見とかないといけない入れないと結局はステーショナリーなあそれはそうですあっそれは全くええだけど,だけどそうか <laughs> <laughs> まあ実は用意していて <laughs> あのもちろんこれ、えっと、定量化するにはあれなんだけど こう束縛状態が2個あると周状態に2個の状態が同時に実現されています。それからこれがさっき言った話だけど見てるかなあの。さっきの絵ではこういパーケットが飛んでいってわーっと広がって終わりでしたよね。ところが この計算は、えっと、原点付近にアンプリチュードが残ってるんですで。これはエネルギーを下げちゃって散乱させた場合で,でこれはまさにあのさっき言ったこういうことが起こっていてでこれはこれこれはこれで別々な理論はありますだけど一触単にできる理論は今のところないと思ってますそのエナジーリペル。 でえー、とだからこういうことも出せるっていうのはそれなりに僕はポテンシャルあるんじゃないかなと思っているでもちろん坂さんがおっしゃるようにタイムディペンデントインタラクションを導入するのはあのそれをどういうタイムディペンデントインタラクションがいいかっていうことのそれが分かればシミュレーションができるしそれを考えるためにインディペンデントでどこまでいくかっていうのを調べるっていうのはストラテジーとしてはありだと思答えになってるかな。 いい宇宙物理との関連についてちょっと聞きたいんですけど重力、はい、波を含んでいろんな波長で例えば中性性みたいなコンパクト天体とか、えー、あるいはそれに伴の爆発現象あるいは初期宇宙復元状況のものごとっていろいろ観測され始めてる。 そういうものを地上の速器でそういう現象とかを再現するものって島本先生の時代では何ができるようになってそしてこれからの僕の時代ではそれができるようにしたらこれは僕はあえてその話は今日はしなかったですね。でえっとこれはその我々のコミュニティの中ではいつもそれは重要なあれで。えっと多分 まあこれで出てくるまで時間がかかるけど、えー、宇宙の中の爆発的現象の中では、えっと、安定に存在しない原子核が、えっと、その進化に関与しているということはよく知られていてでそういうものが、えっと、どういう中性小核断面積を持っているかとか、まあ、ライフタイムがどうなっているかとかそういうことの、えっと、緻密なデータを取るっていうのは 重要ででそれはもうあの我々のコミュニティの多,多くの人はそれをやりたいと思ってそういう研究を、えー、と進めているし進めようとしていますこれは世界中で競争してやっていると思います。でえっ、ー、とあとは、えー、とさっきのテトラニュートロンなんかは実はそのさっき酒井さんがおっしゃいましたけどその酸体力っていうのが、えー、と結構重要で。 重要だと思っていて、いそういう3体力っていうのが宇宙の中性性の状態方程式にどういうコンストレイントを与えるのかとかあるいは逆に、えっと、中性性の、えっと、観測が原子核の3体力にどういうことを与えるかとかいうのが研究対象でこれも多くの人はそれを意識してやっていると思います。で、えー、なので、えっと、宇宙物理との関係というのは非常に、えっと、深くて。えー あえて僕は今日はお話ししませんでしたけれども、えー、周りにいるこの辺の方の23割はあのいっぱい喋りれたい人がいるんではないかなというぐらいなので、えー、っと時々あの僕がいなくなってからあとも CNS の中の先生方にあのいろいろ聞いてみるというのがいいと思いますありがとうございます。 ありのですね、あのあのさっき下村さんが酒井さんの質問におっしゃる方言われた、そのまあ、低速枠系の時間発展というところ、まあ、今あ、きはそのフェッションハレドランス話されてましたけど、 えーとでも、例えば普通の意味でのレズナンスフェッシュバーカレズナンスバーチャルレズナンスいろんなものがあってそれって、えー、と例えば核反応とか、まあ、時間発展の中でお互い行き来するわけですね結局うカテゴリーっていうのは意味があるんだろうかってちょっと思っちゃうんですけどその辺に対して下原さんのお考えを聞きたいんですけどえーっとまさにそれはほとんどそう思ってるんですけど <laughs> えーっといくつかあってまあ皆さん結構あの 忘れがちなのは、えー、例えばフェルミのゴールデンルールってよく使うんですけどさっきマトリックセルメントって言いましたがあそこには重要なファクターでロウっていうやつがいるんですで位相体積ですねでロウってやつは実は次元によって違うんですね1次元に対、えー、っと2次元に対してロウが違うで、えー、っと今上坂さんが言ったような、えー、っとどういうのかなバーチャル バーチャルステートっていうのは我々結構今流行りは流行りなんだけどあれは3次元の二対三んで起こることで、えっと、同じことは1次元で起こりません実は起こないんですでだから今僕の計算は1次元の計算なのであれからはバーチャルステートのことは何も言えないと思っていますだけど共鳴状態はあのポテンシャルを工夫すれば作ることができるので例えば共鳴状態と束縛状態がどう干渉し合っているかと そういうのは調べられると思っていて、でそれはあの今後もうちょっとあの暇ができたらそういうのを調べたいなと思っているところです。で、えー、まあそれで答えになってるかな。はい、はい、あまだコミュニケーションありがとうございます。ええー、そうですね。あの。 下茂さんってあの,あのいろいろとあの作れてるんですけど、あの今の知人の話とわかるように核反応力が非常にすこうあの優れでてるっていうのは、まあ原子力原子核実験所なんかでは必要だっていうと思うんですけど、ね、多分日本の野菜よりも優れている可能性があるので、それでですね、あの20年くらい前に下茂さんにお願いして。 あの実験のための若い道論っていうのをやっていただいたのでそれで5回くらいやって今でも CS アーカイにがあるかもしれないんですけど、はい CD、すあれはとてもいいと思ったんですよねで今日の最後の話もそういう感じの話なんですけどもその時の印象としてですねあいずれの講義もとても面白いっていうかね庄司さん一流のオリジナルティーが入ってるんですよね えー、だから、下、え、村、ー、さんの話ってそれにこだわるんだけども、当然いいことなんですけどね、これからあの多分落ち着いてくるから、あのえーですね、もっと初心者のための、そのコンテにストになるところと、そういうあのちょっとハイブラウのものと、分けたようなんですね、あの教科書を好きなものを作っていたんですけれども、こ <laughs> <laughs> れ、こです、ねあのね もしね、嶋者みたいなレベルまで、かかるの実験の人が理解しようとしたら、到底、到達できないと思うんですよね。だから、それをぜひやっていただきたいと思うんですね。それでね、やっていただくことの意味なんですけどね、原子核の実験やってるのは、こういうふうの研究者と違って、このいうふうに言って大体、研究目的って あのどこかで定まっているのであのいかにそれを観測するかという測定法なんですよねで一方原子核っていうのは志村さんの冒頭の話にもあったようにまあ意思の不正のですからあの問題の圧っていうから問題点を作るから与えられるわけじゃなくて自らこう生み出していくっていうのが勝負なんですよねでそのためにはあのあの実験装置に対する検識だけじゃなくて の理論に対するベースのものを持っているところがあのいい決まっているわけですで、だからそういう意味であの高野のそういう初期になんていうんだろうな本当に入門的なところからその高野まで持っていくようなものを書いていただけるんですねこれは原子工夫の生産性で絶対にもかかると思うんですよねだからぜひそれはお願いしたいなとサブンやるんだろうと思うんですけど 実,実はあの最後のお話はあのその慣れるより理解って話ちょっとしましたけどもそのさっきの細かいそのタイムディペンデントの処理が落としかどうかっていうよりはビューの問題で,でこういうビューがオーソドックスな、えっと、反応論とどう関係しているかっていうところが説明できるようなものにしたいと思ってます。 でそういう教科書を書けたらいいなっていうのは思っているところですそれからもう一つは実は核反応論って何やってるかっていうと要するに入り口を用意して出口を用意して間のマトリックスエレメントは何か適当にピッと仮定してやってるところが実験や特に今の不安定核の実験をやってたりすると ここどうなってるかっていうことがわかるような核反応論を作りたいって思いません石原さん <laughs> で。でそれをやりたそれをやるためにはもうタイムディフェンデントにものを考えるしかないのよっていうのが背後にあってだからこのもちろんそのえっ、ー、と全近系で話をして、えー、古くで言えば S マトリックスで分散関係が分かれば産卵は全部分かりねって。

えっとあのスライドの方にオンラインの皆さんがご覧になっております先生が好きな教科書専門書本文などもあります、ね、あ急<ー>に興味を持つきっかけなったものであっ研究の材料は多彩な学生時代の応援にがあるので特に若い人の参考になりそうなものにありましたら 実はこのお話をするときにさっき趣旨論文の絵をちらっと見せましたがその前から始めようかなと思って実は僕の手元には3年生の時にやった実験レポートっていうのが今も残っていましてですねでえー、っと実はそれの一番最初は液晶、えー、解説の実験です。それで合金の えっと、金と銅の合金なんだけど金と銅の合金を、えっと、ある温度で熱処理をすると結晶構造が変わるとでそれをあのデバイシエラーカメラっていうので、えっと、X 線解説で、まあ、スペクトルを見るようなもんですで、えっと、それで分析をしてその、えー、根全体となっているところから非常に秩序出層があって実はその間に長距離秩序といって言って。 結晶が5結晶ずつ裏返っているようなそういうものがあるよっていうのをこう実験的に示すっていう実験やったんですねでこれがまあ私の産卵実験の最初ですエキセンなんですからこれはやっぱりあの個人的には非常にインプレッションがありましたそれから次にやったのが、えっと、これは宇宙角度も関わるんだけど先ほどのバンデグラフタンデムバンデグラフでリシウムナノの標的に プロトンをつけて再び2つのアルファが出てくるというものすごいプラスの,あの Q バリューの、えっと、宇宙で割と関わりで重要なあの反応っていうのを共鳴反応を測定というのをやりました半年ぐらいかけでこれはターゲットを作るのからいろいろやりましたがまあだからその、えっと、そういう時に、えっと、全部が分かってたらきっとここには進んでなかったと思います。で えっと、その時にキネマティクスは、ね、ピークはここにあるとかあすごい、えー、結晶構造もこういう構造をしてればここにピークが現れるはずでそれがちゃんと実験で見えているといでそこの喜びとだけどやっぱりよく分かんないよねっていうのがこう常に残っていてその分かってなかったことっていうのが、まあ、研究に進む原動力かなっていうふうには思っています。でえっと、あの若い人に 時々言うんだけどあの今分かってないとか今できなくて困ってるとかこれができたらいいのになとかそういう思いをその皆さんが研究してる中でいつでも持つはずででそれを忘れないっていうのが結構重要でいいつつかかできるるよううになるそのうちのちくつかはねだからそのさっき大江戸の話をしましたが原則ができればいいよねって。 思ってかアイデアが思いつくまで。だけどやっぱりそういうのができたらいいよねって思うっていうのが結構あれだと。それから教科書を勉強するっていうのはあの非常に、えっと、重要だし、えー、だと思うんだけどどういうのかな問題意識を持たずに教科書を読んでも身につかないっていうのが僕の実 感なんで,す、ね、でえっ、ー、と博物理でいうとボア・モッテルソンの教科書ってまあバイブル僕は学生の時でもバイブルでこの教科書ぐらい読みにくい教科書はないんだけど今なんかちょっとアイデアがあってそれどうだっけって思うとボア・モッテルソンの教科書を解くとなんかそれに関連することって必ずどっかに書かれているんです。 素晴らしい教科書だと思うんだけどそれを若い学生が 1, 1ページ目から順番に読んでいって身につくかというとこれはちょっと僕僕自身はそれをちょっとやりかけて挫折したもんだからそれはちょっとないかなって思います。で、えー、っとやっぱり基礎が重要でそういう意味ではファインマンが書いている基礎の物理ですね子力学にしても年次期にしてもファインマン物理なんかは非常にその 疑問ににに思っったことに答えてくれるようななものの書きりだかで、日本の教科書」っていうのは体系を説明するっていう形で書かれているので体系を理解したいと思っている人にとってはすごい役に立つんだけど何かこれを学びたいなと思った時にどっからとっかかったらいいのかっていうのが必ずしもよくわかんない感じに書かれているような気がします。ささっきのの石原さんの話でないけど、